それでさ、またさ、よっちゃんがもうほんとめんどくさくて、あいつなんであんな大きなお世話すんだろうなと思ったんだけど、俺の友人がね、今度結婚するよってなって、おい、ジュン、おめえ、やっぱさ、おめえが外出なきゃいけねえからよ、俺がよ、俺の女に頼んで、女見繕うからよ、今度よ、バーベキューすべっつって、俺、よっちゃん、よっちゃんの奥さん、まっちゃん、まっちゃんの女、天狗ちゃん、天狗ちゃんの女、プラス、よっちゃんの彼女の女友達5人で、総勢12人のバーベキューパーティーを開いてくれるらしくて、行ってくるわ、7月。よっちゃん、俺に子供できたってこと言わなかったな。俺がなんか、配信でネタにするからだろうな。うん、これが俺の女だよ、ジューンって言ってた。すげえ格好つけてた。俺の女だよ、ジューンって。いい女だよ、飯も作れたよ。おめえもよ、あれだよ、彼女にするんだったらよ、料理できるやつじゃねえとダメだよって言ってた。よっちゃん。ほんとだ。なんで子供できたこと俺に言わなかったんだよ、あいつ。おい、今出ますべ。おめえ子供できたことなんで俺に言わなかったんだよ、つって。彼女とさ、撮ったさ、スノーで撮った写真をさ、送ってくんだよ、俺なりに。これが俺の女だからよ、つって。おい、みんな可愛い奥さんだね、とか言ってんのに。まあまあよ、スノーだから漏れてるだけだよ、つって。可愛いだろう。出ますべ。酔っ払っててほしいな。出ねえわ。あの野郎。日曜日だ。え、今日月曜日だろ。透け込ましてんのか。あいつ。透け込ましてそう。いやだ、絶対電話かかってくるから。おめえから電話来るなんてよ、千年ぶりだな、ザナルカンドだなって来たからな、お前。俺からなんかの放送でネタにしてやろうと思って電話したらさ、おめえから電話が来るなんてよ、千年ぶりだな、ザナルカンドだなって来てたから、それ以降に、それ以来だわ、電話したの。ちょっと抹茶に電話していいか、ちょっと話があるんだよ。なんか、あいつのさ、ちょっと待ってな。確認させてくれ。もしもし？あの？抹茶今、配信中だ。おう。抹茶この前さ、俺、よっちゃんの奥さん会ったんだよ。おう。あいつさ、子供できたこと俺に黙ってやがんだけどさ。え、そうなの？おめえには言ってたよな。俺、子供ができちゃったよ、つって。配信で言ってたよ。であいつ配信で言ってんのよ、俺に言わねえんだよ。なんか言わねえったわ。これが俺の女だよっつってた。なんかあれじゃね、恥ずかしかったんじゃね。なんか俺がなんか配信でネタにするからかな。いや、それはないんじゃねえかな。もう全然言わねえったわ。あ、そうなのか。いや、だからさ、じゃあ俺ね、うん、なんかね、言ったんだよ。なんて、なんでもっと堂々としねえの。なんかゴニョ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 さ、ね、ゴニョゴニョみたいな感じでさ、うん、言うからさ、なんか俺もね、思った後ろめてとこがあるんだろうなって。例えばどういうところが。そうそう、全然祝福するのにさ。そうだよね、言われたらさ、ダチのさ結婚なんてさ、どんなこと背景があってもさ、いや、おめでとうって言うじゃん。そう、あいつなんかもう、ね、うん、ちゃんともさ、なんかもう、なんかさ、俺もうすげえ幸せだから、俺こいつこと大好きだから。そうそう、わかるんだけど。そう、なんかあいつ重い子、自己暗示。そう、自己洗脳してて、俺は今すげえ幸せだからみたいなことずっと自分語りみたいになっててさ。そう、ほんとそれでさ、俺もう気味が悪くて。そう、で俺は祝福モードだよ。でもなんかそうだよな、自己暗示にかかってるよな。そう、自己暗示にかかってる、マジで。だよね。うん、まあ別にいいよ、それで別にね、うん、まあ、プラシーボよし、あれよっちゃんになってるな。そう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 、そういいんだけど、本当にね、聞きたいですね、どういうとこが好きなのっていう。それは別に聞かなくていいでしょ。あのさ、なんだっけ、今度のさ、バーベキューのやつも知ってる？バーベキュー7月にやるよって。知ってるよ、7月の何日かにやるでしょ。そう、あれもなんかさ、おめえもよ、あれ、あの、おめえなんかいい女と付き合いよみたいな感じで、なんでさ、俺仲間内だけやればいいのにさ、あいつさ、自分の女の友達とかもみんな呼ぶじゃん。あれなんでなの。ちょ、わかんない、
俺もこの前さ、おい、あれで俺の女の友達いっぺん連れてくるからお持ち帰りしろよ。すげえ余計なお世話だよな、あいつな。なんでそんな羽振りがいいの。だからあれしたいっしょ。恩着せがましい。そう、恩着せがましいっしょ。なんか俺が紹介してやったから出してんだろうな。そうそうそう、なんかさ。みんな女いるっつってんのにさ、なんか、俺してくるよな。おめえらでよろしくやれよ、みたいな。そう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 。なんかね、それがなんか、懺悔のなんか、なんていうのかな、こう、少しさ、ねえ、なんかこう、後ろめたいおめえも超デリカシーがねえ、それって言うから。これ俺乗っかってる、これ放送で。俺乗ってるよ、全部。まあでもいいっしょ。いや、それはそう、いいっしょ。だってさ、罪滅ぼしって意味わかんなくない？悪いことなんもしてない。おい、あいつ、おい、じゃあ、まっちゃん聞け、俺たちもうさ、歯に衣着せず言うべ、あいつさ、2ヶ月しか付き合わねえでさ、結婚するから悪いことしてっから罪滅ぼしさせべ。絶対幸せになんねえと思うんだよ。俺もそう思うわ。うん、うだからじゃあこれはさ、友からのさ、なんていうのかな、こう逆にね、激励でさ、うなんか その言葉をこうバネにさ、なるほどね、物は言いようだな、物は言いようだな、それで俺たちの逆張りだよ、俺らはっていう。そう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 、うん、いやでもあいつ意外と結婚したらさ、あれなんじゃねえの、なんか、うん、そのでも子供できちまったら別れらんでしょ。うん、まあね、我慢してください。あ、でもなんか奥さんすごいいい人そうだった。いい人そうだったよ。いい人そうだった、すごい。ねえ、いやだってさ、ほら2ヶ月ってさ、うん、ほら人と付き合う時ってさ、2ヶ月ってめっちゃお互い好きな時期だよね、やっぱね。まあそうだね、何にもわからない時期だよね。そう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 、もうほんともうね、何も恋は盲目になる時期だから。まあそういう、しかもこれも多分よっちゃんにめっちゃ怒られるからけど、まあ別に言うけど、あいつプロポーズ山手線の中でしたらしいよ。おい、俺たちもよ、俺たちもそろそろ席入れられてたらしいよ。すごくね。なんだそれ、あいつだってこの前はなんだっけ、ラブホだそう、ラブホでやるべえ、なんか結婚すべえ、俺はよ、なんかおしゃれだと思ったんだよって言ってたけど、一番最初にエッチしたラブホテルに連れてそこでプロポーズしたらよ、断られちったよって言ってたよ。今回山手線の中でなんか日常的にしたらしいよ。マジか、どの辺もすごいね、うんうん、私たち、まあ、そういうのもありだよね、なんかこう日常で、まあ、俺はありだと思った。まあ俺はなしだと思ったけど、別にそ自分じゃねえからいいやと思った。それを俺の女友達にしたら開いた口が塞がってなかった。マジっすかって。まあでもさ、俺たちは応援しようぜ。やっぱ、よっちゃんは大事な大事な親友じゃん。でも全然応援するよ。応援しようぜ。それ、もう厳しいことをかけ続けようかな。だってさ、おめえさ、ちょっと結婚反対したんでしょ、なんかよっちゃんに、やめときな、まだ出たんでしょ。俺やめとけよって言う。なんつってたの。え、なんか怒られつってよ。おめえはよ、なんか中国人みたいなこと考えんじゃねえ。ちなみに裏で言ってたぞ、11人もよ相談したらよ、なんか否定されて、あいつも中国人じゃ俺言ってね、俺は否定してねえよ。よっちゃんが本当に幸せになってほしいから、俺は祝福するよって言ったよ、俺は。うん、でなんか、あ、そうなんだよ、でも捉え方認識がさ、そうそう、あいつなんかもうあれ被害妄想みたいになってやがる。被害妄想になって、あいつなんだよって否定しやがる俺のことはって、中国人だっつって。そう、なんかね、あれすんだよ、被害妄想になってんだ今。本当に、はい、いやいや、本当に幸せを願ってますよ、うん、お互いあれしようぜ、そのよっちゃんの幸せを祈りつつ、はい、じゃあ結びの言葉とさせていただくわ。そうね、うん、早くごめん、ほら放送切って、早く俺と PUBG おやべ、よっちゃんぶっ殺していくべ、あのバカ。もうみんなよっちゃんと思ってぶっ殺してるからちょっと待っとけ、じゃあ。じゃあね、はい、はい、じゃあお疲れ。お、よっちゃんから電話かかってきたぞ。どうしたジューンってきた。じゃあよっちゃん電話するあれしよう。スパイ、二重スパイ、二重スパイみたいなことする。おい、よっちゃん、まっちゃんがひでえこと言ってたぞ。喧嘩させめ。喧嘩させるわ。もしもし、どうした、よっちゃん、今配信中なんだけど大丈夫？ああ、いいよ。元気してる、よっちゃん。あ、してるぜ。どうした、あれはおめえのさっきの電話気づいたんだけどよ。うん。オーセックス。セックスしてた。うん、それでちょうど出そうくらいのところでさ。お
タイミングよくおめえからだったらさ、ダメだ、出れや、これ、って。俺配信中に、おい、よっちゃん今エッチしてくるか、してるからかけべえ、つって。それでかけたんだよ。マジかよ、おめえすげえな、神だ、予想通りじゃねえかよ。おう。おい、なに、よっちゃん、おめえさ、あれだ、この前さ、嫁さん紹介してくれたけど、おめえ、あれだ、子供できたこと俺に言ってねえっぺよ。お前、子供できた。え、子供？うん。子供は、まあ、できてような、できてねえような。なんだよ、それ、お前。なんだよ、それ。おめえ、それよ、横山見てると同じ反応だぞ、おめえ。別に恥ずかしいことじゃねえだろうがよ。いやもう分かんできたようなできてないような。まあその辺は濁してるんだ。ちょっとそうそこら辺はちょっと濁してる。あ、なるほどな、分かった分かった。じゃあまた今度ゆっくり聞くわ。まあ配信中だからな、言えねえところもあるだろうし。そうだ、さすがにやめとこうかなと思って。別にいいと思うけど。まあただよ、うん、もうゴムは使ってねえから。そうなんだ。それだけ。それだけ。ああ、分かったよ。じゃあまた今度、何、ずっと配信してんの？いや配信してんの、なんかそのよっちゃんの話になって。なんだよ、そんなこと、なんだよ。それでなんかよっちゃんなんか、お、子供できたらしいぞっていう情報を視聴者から聞いたから、おバカ、俺聞いてねえぞっつって出ましたの。あ、そうだったの。また詳しい話はまた直接するよ。分かった分かった。ああ、おめえから聞いたやつをまた配信で喋るわ俺が。おふざけんな。悪いな。おう、はい、じゃあ、あれしてくれ。また遊び行った時は名刺でも食うべよ。おう、またセックスを続きしてくれ。わかった。はい、はい、じゃあね。はい、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 はい。全然ノリが悪かった、びっくりした。あいつなんか飲んでる時はいつも、もうなんかタカみたいなこと言ってたな。おう、コンドームはしてないよ、ただそれだけみたいな。あいつあれだな、恋愛感情をそこまで消化してるんだろうな。クソ濁してやがったなあいつな。ねえ、まっちゃんさ、めっちゃデリカシーないなと思わない？普通さ、結婚決まったやつたらさ、おめえ結婚やめとけよなんて言えねえじゃん。あいつマジで止めたらしくて、すげえ笑ったんだよな。おめえほんとデリカシーがねえつって。いや、でもよ、ジュン、失敗するよ。あいつは幸せになれねえよって、未だに言ってるからな。もうここまで来たらさ、もうここまで来たらおめでとうって言ったらいいのにさ。俺配信でしか言わねえもん、だって。本人には言わねえもん。絶対幸せになれないと思ってるけど、本人には、いやー、おめえはすげえよ。おめえの解消はすげえよ、よっちゃんって。お前、あれだよ。日本人の誇りだよ、ぐらいの感じで言ってたからな、俺。そこまで言われたら気分いいなって。俺は言ったよ、本人の前で。ちょっと待って、よち結婚のことバラされる前でニコ生でみんな赤ちゃん好きってアンケート取ってたよ。早くない、父親の気持ちになるのが。ね、そういうのってさ、男性はさ、生まれてからさ父親の気持ちになるんじゃないの？あいつ妊娠2ヶ月でなんですでに父親の気持ちになってんのなあ、早くないか、それな、それ、そうなるまでが。何段飛ばしてんの？すでに父親になってんじゃねえかよ。なあ。おい。もうちょっとなんか、嫌いが約 70% だった。いや、もうちょっとさ、それ想像妊娠するメンヘラのキャバ嬢、風俗嬢みたいになってんじゃねえかよ。いや、でもよっちゃんは、小動物とか子供マジで好きだから、だってさ、あれだよ。高校時代の時にさ、文化祭でさ、余ったひよこもらってきて、ジュン、俺こいつの親になるわっつって、そのひよこが副流炎で死んで、一日で死んで、次の日、よっちゃんが部屋の中でタバコ吸いすぎて、ひよこが一日で死んで、俺に泣きながら電話かけてきたんだよ。俺はとんでもない罪を犯してしまったっつって。かけがえのない命を、この手で殺してしまったっつって。それぐらい心優しいやつなんだぞ。高校生が、な、副流炎でひよこ殺して、泣きながら電話かけてきたんだぞ。俺はとんでもないことをしてしまった、つって。もう二度とこの過ちを繰り返さない、しちゃいけねえ、つって。命の大切さ学んだんだぞ、あいつ。おめえさ、タバコが原因で、タバコが原因だろ、つって。俺一日20本くらいしちまったよ、つって。今はなんか、悲しんでたわ。昨日のことのように俺覚えてる。あいつが
ヘビースモーカーすぎて、キャスターマイルド、キャスターマイルド吸いすぎてひよこ殺したっていう。伝説の、犬は逃げか。ハムスターは一週間で死んだし、ウサギはなんか、犬に襲われて食われたし、ヒヨコは副流煙で殺したし、犬は逃げられたんだぞ。でも、そろそろ俺は本当に幸せになってほしい。よっちゃんには。そろそろ幸せになってほしい。俺は。好きなんだよ、動物とか。好きなのにもかかわらず、悲劇の死を遂げるの。呪縛。あ、今もウサギ飼ってるね。犬はばあさんが逃がした。あ、そう、ばあちゃんが。だって飼い犬が逃げるなんてことありえないじゃん。うざいぐらい寄ってくるものじゃん、飼い犬って。飼い犬が逃げるって意味がなくない？そんだよな。でも好きなんだよ。俺マジで笑ったな。不謹慎だけどさ。だってね、その文化祭の終わった後に呼び出されて、俺こいつの純ちゃん見てって、こんな可愛い生き物がさ、俺この世の中にいるとは思えねえっつって、1時間ぐらい俺興味のねおがくずの中にいるひよこを自慢をさせられてたんだよ。俺興味全然、ひよことか興味ねえからさ、俺全然、まあ興味ねえ、俺食い物にしか見えねえから全然興味ねえなと思って。それで翌日だよ。おー、純ちゃん、タバコの副流煙でひよこが死んじゃったよーっつって。すげえ笑った、お前。ひでえ野郎だなーって。涙ながらに俺に電話してきたの覚えてるわ。ギャグでしょ。その話子供に繋がってんだろ。いや、だから、大事にするっていう気持ちは人一倍強い人間だから、きっと、お子さんは、俺すげえ愛すると思うよ。俺。すごいね。大事にしてあげると思う。俺は。